小清水町のジャガイモ畑と防風林。小清水町山別、急線バス停付近。浜小清水駅とオホーツク海、流氷の六個号小清水赤十字病院小清水町は、北海道オホーツク総合振興局管内の斜里群にある町。オホーツク総合振興局東部に位置。北部はオホーツク海に面し、専門本線が岸に沿って東西に走る。南部は、 山岳地帯で、平野、丘陵が広がる。町役場は、オホーツク海沿岸から、やや内陸に位置する。小清水の市街は、ヤム別川支流のポンヤン別川、アイヌ語名、ポンヤンペ、小さい、ヤム別川、イコール冷たい、川、の東岸にあり、1891年に同地に、駅名を設置する際、そのアイヌ語名の役から、小清水と命名された。なお、 ヤム別の由来については、冷たい、川以外の別説もある。当該項目も参照。農業は、畑作、落農が発達。ジャガイモ、ビート、小麦などが生産される。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。浜越水駅越水交通ターミナル多くの野鳥が、飛来した。 トーニエコ日本最大の熱気球、アースウィラブ号を保有、祭り開催時に体験可能。ありがとうございます。